こんな感じでモバイルバッテリーとして使えるんですよね。そっかそっか。iPod を充電するだけじゃないんですよね。あ、これいいわ。こいついいわ。このカバーをつけるとね、なんと、地位充電ができると。つけるとほら、今充電中ですと赤色になりました。これいいよね。充電器もついてるし。そっか、このセット意外と最強。はい、というわけでやってまいりました。皆さんクリスマスどうお過ごしでしょうか。私はね、商品レビューというわけで今日はこんな感じです。いっぱい送ってもらいました。サンタさんありがとう。サンタさんっていうかね、ピタカさんですね、これ。よくね送ってくれるんですよ。こういうね、あのアラミド素材っていうんですけどね、あのピタカさんね、宇宙服とかにもね使われてるような、あの新素材なんですけど、すごい薄くてね頑丈な、素材を使ったこの iPhone ケースとか、今回ねこの新しい iPad のね、こう商品を送ってもらいました。まあ、早速ね、見ていきましょう。私のね iPhone、Pro 11ですね。ほらカメラ3つあります。これと、AirPods ですね。これすごい使ってます。でこっちがね、この間出た、ノイズキャンセリング付きのね、AirPods、これは、3になるんですかね。あのほらちょっと形がね違いますよね。これはね嫁のやつなんです。ちなみに私の持ってる AirPods 1はね、この地位充電っていうのがねできないんですよね。嫁のやつはほら、あ、ほらいいな、地位充電ができるんですよね。これね、新しいタイプはなんかできるんですけど、この私のねファーストモデルはできないんですね。で iPhone Pro 11ですね、地位充電ができる。これねポジションによってねできたりできなかったりするんですよ。はい、充電できてますってな感じで、これね、アップル純正のね、今、カバーをしております。で、こちらですよ。今回送ってもらったね。ほら、見て、これ。これね、ちょっと細長いでしょ？ AirPods 1がね、スコッとここにはまるんですよ。しかも、ここにね、充電がされるというものなんですね。で、嫁の AirPods 3 は、まあ、カバーですね。カバーにカラビナがついてると。でアラミド素材の、iPhone カバーということですね。地位充電ができるということですよね。では開けていきましょう。はい、ではね、ピタカエアパルミニから開けていきましょう。よいしょ。これねピタカさんね、箱がね結構しっかりしてるんですよね。セキューっていうわけでね、おっおっほーおっほーで、あ、壊しちゃった。てってれーてってれー、軽い軽い。あ、ちょっと中があれですね、 iPhone ケースと違ってあれなんですね。あれアラミド素材 100% じゃないんですね。これ上から貼ってるだけなんかな。中はちょっとねプラスチッキーな感じですね。その代わり軽いです。あ、ちょっと厚みがあるぞ。これね、カラビナついてました。こんな感じ。装着していきます。せっかくねこれ名前彫ってるんですけどね、隠れますね。ピタカになります。装着お、ぴったり。どうでしょうか。後ろねこんだけ開くんですね。まあ、どうしてもこの蓋を開ける時のこのクリアランスを計算してるということか。あ、ちょっと分厚くなっちゃいましたね。で、カラビナと。カラビナついてると結構いいですよね。これ小さいんでね、よくどっか行っちゃいますからね。はい、続きまして。まあ、今回ね、これが本命と言いますか。面白いですよね、この商品ね。あ、クリップついとるんや。開けます。オープン。あれ、センキューまだ、サンキュー出ました。で、てれー、おおお、なんか縦長いゴールドライターン的な、おお、すごい。このメタリックのね、これクリップがついてましたね。あ、これも同じくやっぱりちょっと厚みがあるんですね。中にね、USB-C の、電源プラグがこうブスッと刺さるようになってますね。こいつに刺さると。
向きにね開けるので、クリップが後ろの方がいいかな。装着、ほら裏面ね、これパワーボタンがついてます。でこれ USB-C ですね。これ USB-C、 これね何でしょうね、この調べてからレビューしろよと。これ何でしょうね、これUSB-C、 あちゃ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 、これライトニングケーブルや。あ、ライトニングに、で、こっちは、USB-C プラグ、CC ですね。充電用ですよね。ほら、こうして、こっちは充電すると。充電するとね、この裏が点滅します。で、この謎コードね。これ iPhone のライトニングです。わかったわかった。この USB-C コードの変換アダプターでしょう、きっとね。おりゃ、お、いったいった。ほら、ちゃんとロックもできますね。補助機能がついてます。そっか、これ、普段はこうしとけと。取れないですもんね。装着、こんな感じでモバイルバッテリーとして使えるんですよね。そっかそっか。iPod を充電するだけじゃないんですよね。あ、これいいわ。こいついいわ。で、クリップもついてると。じゃあ続きまして、3つあるんでね、今日はね。これ、開けていきまーす。これ、そういや、このさっきからのこのサンキュー出てくるけど。これ、あ、こんなカード入ってますね。あ、なんかサイトにつながる QR コードかな。トリセツのペラペラのヤーツが入ってました。開けていきまーす。てってれー。箱が凝ってるよね、ほんとね。あ、そうそう、横から開けるんかいっちゅうね。おー、来ました。私ね、過去何回かねケース送ってもらっててね、また送ってもらえるというこの幸せ。あ、これはほらペラペラなんすよ、これね。これ私がね想像してたピタカね、この薄さだったんですけどね。このエアポッツとかはねちょっと分厚いんですよね。これぐらいのね差がありますね。これね本当にねアラミド素材っていうね、なんかあの繊維なんですけど、あの宇宙服とかね、あの飛行機とかね、すごいねやっぱ軽量かつ頑丈な素材ということでね、使われてる素材なんですよね。またカーボンとはちょっと違うんですよね。ほら、これデザインがね、結構かっこいいですよね。でははめてみましょう。おー、久しぶりにケース開けると、綺麗わ。iPhone ってね、やっぱ綺麗ですよね。ほら、ガラス、今回のちょっとすりガラスでね、すごい気に入ってます。あ、なんかシリが立ち上がってる。iPhone ってね、やっぱこの裸で持った時のね、あ、こんなに小さかったんやって思いますよね。で、この純正のね、クリアケースもね、良かったんですけど、ちょっとやっぱ厚みがね、あるんですよね、多少ね。この人間の手ってすごいですよね、この指先の感触でね、この数ミリというか、この厚さを感じるということで、つけてみましょう。おお、あ、ほとんど変わらない感触、厚みの。これがね、ピタカのいいところですよね。いや、いいわ。で、ちょっとね、若干ね、この手にね、馴染むんですよね。この、なんか、このアラミド素材の、この若干デコボコしてて、ちょっとこのマットな感じでね、滑り止めになるんですよ。これがね、私気に入ってます。しかもね、このカメラをガードしてくれる、ちょっとしたね、この段差があるんですよね。これね、初期モデルね、この段差なかったんで、机の上にね、置いた時に、このレンズがね、傷つくということもありました。これなのでね、このそれぐらい薄いんですよ、このアラミド素材ね。このレンズの厚みより、カバーは薄いです。で、こうやってね、置いた時にね、カタカタ、あ、ちょっとだけするか。でもまあ、許容範囲ですね。これでね、もう一回充電できるかやってみましょう。あ、できました。iPhone OK。で、この AirPods 3。これはできるでしょう。はい。赤いライトつきましたね。で、なんとね、この私の旧型の
AirPods 1もこのカバーをつけるとね、なんと、地位充電ができるということでやってみましょう。これなんか赤いランプつくんかな。これ今充電できてるの？できてる。赤いライトついてますよね。離すと、緑のランプになりましたよね。つけるとほら今充電中ですと赤色になりました。これいいよね。充電器もついてるし。そっか、このセット意外と最強。やっぱね、最近あの無接点充電っていうのはね、やっぱいいと思います。この iPhone ケースもね、あの実はね、中にねメタルプレートがね、内蔵されてるんですよね。それでこのピタカさんのね、マグ EZ マウント QI っていうね、これ出しておきます。これにねピタッとくっつくということですね。はい、いかがでしたかね。このクリスマスに、商品レビューということで、私のチャンネルね、普段ね車のチャンネルなんですけどね、まあちょいちょいねこんなガジェットも好きなんでね、紹介していこうと思います。こちらの商品ね、あの下の概要欄にね貼ってますので、皆さんチェックしてくださいね。 Amazon で買えますんでクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ピタカさんのアラミド素材を使った、iPhone ケースやらなんやらでした。じゃあね、バーイ。